はい、皆様こんばんは。お酒の塾長でーす。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。軽く一杯510杯目になります。日本を代表する蒸留酒、黒酒の焼酎。前回の銘柄と同様に宮崎県の本格芋焼酎の登場です。今回も明るく楽しく飲んでいきましょう。お酒の種類は焼酎、本格焼酎、芋、銘柄お鈴山、山猫、原産地宮崎県、製造者お鈴山蒸留所、加工所黒木本店、アルコール分25度になります。金額は2178円で購入をさせていただきました。お鈴山蒸留所が作る芋焼酎の代表銘柄、それがお鈴山山猫、今回の銘柄になります。1998年、前回のね、この記録を作っている焼酎蔵の黒木本店の別蔵としてお鈴山蒸留所が開設されました。黒木本店のある高鍋町中心地から車で約30分ほどのエリアに位置しております。このお鈴山蒸留所はですね、今回の芋焼酎のお鈴山山猫の他にはですね、秀逸な銘柄ありますね。例えば麦焼酎のお鈴山山猿、米焼酎のお鈴山山セミっていうね、銘柄が有名、店頭でたまに見ますよね。そしてね、私知らなかったんですけどね、このお鈴山蒸留所っていうのはですね、ウイスキーとかジン、これもね、手掛けられてるようなね、動きがあるんですね。2019年よりウイスキーとスピリッツの免許を取得されたっていうことがね、製造につながってるっていうね、まあそういう背景もあるみたいなので、今後とても楽しみなね、蒸留所ですよね。お鈴山っていうのはですね、宮崎県なんですが、標高約1405メーターの山でして、日本の200名山に選ばれております。お鈴山の年間降水量は3000ミリに及ぶとも言われましてですね、大小30余りの滝、瀑布ですね。滝を要するほど水の豊かなね、山のエリアっていう風にね、知られてるんですね。よって、お鈴山蒸留所ではですね、川の上流ですね、水源に近いところからね、水を引いておられてですね、お酒作りのね、仕込み水とかにね、使われてるんですね。で、その水はね、超軟水らしいんですね。まあ、その超軟水の豊かな水、これにね、恵まれた地域でね、作っているっていうのがね、この、山猫、お鈴山山猫っていうね、芋焼酎なんですね。で、私やっぱりね、知らないことばっかりですわ。お鈴山蒸留所では、麹作りをする、いわゆる製菊ですね。麹を作る麹室、そして、もろみを作る桶はですね、すべてね、木、木製を使用してるってことなんですね。前回のね、この記録の時はね、この木桶仕込み、二次仕込みでは木桶仕込みだったんですけど、もうほとんど私ね、他に類を見ないっていうような表現してたんですけど、このね、お鈴山蒸留所もね、木桶で仕込みをしてるっていうね、まだまだ私もね、勉強不足っていうことをね、改めて認識しましたよね。木桶で仕込むことによってですね、酵母だけではなくてですね、イーストだけではなく、木桶に住み着いた乳酸菌などの微生物がね、独自の複雑な風味をね、生み出すってことなんですね。また、木桶仕込みにはね、メリットもありまして、穏やかに発酵が進むためですね、発酵ムラがなくて、酒質への好影響が期待できるということ。その背景には、保温作用と断熱性に優れまして、酵母、イーストの発酵、そして、麹の酵素、エンザイムによってですね、穀物原料の糖化が自然に進んでですね、独特でデリケートな風味の主質になる。まあこういうね、メリットがね、木桶仕込みにはあるんですね。しかしながらね、
なんだろう、デメリットの部分もありまして、例えば、メンテナンスと洗浄が大変、洗いが大変なんですね。仕込み後はね、連続仕込みもできずにですね、数日間、約3日間と推測されるんですけど、掃除をしなければならないっていうね、こともありましてですね、生産量に限りがあるというね、そういうね、なんて言うんでしょうね、デメリットもあるんですね。まあ、そのようなですね、木桶で仕込み、発酵されてるっていうね、商品、銘柄なんですね。で、このボトルのですね、裏に、記載が書かれてますので、説明文が書かれてますので、読んでいきましょう。水の湧く山の奥深くにある蒸留所、お鈴山蒸留所。大小合わせ30以上とも言われるお鈴山幕府軍を要するこの山の奥深く、森の木々に囲まれ、人里離れたこの地に、豊かで上質な水を求めて作られた蔵、それがお鈴山蒸留所です。原料は地元よみがえる大地の貝と契約農家が丁寧に栽培収穫したものを使用しています。そういうご記載がありましたね。よみがえる大地の貝、前回の記録の時も報告させていただきましたけど、黒木本店が、運営する農業生産法人ですね。40ヘクタールに及ぶ畑で原料の栽培を行い、そして焼酎粕の有機肥料による有機栽培や新品種による焼酎の開発に取り組んでるっていうのがね、それがですね、蘇る大地の会ってことですね。で、この銘柄の主質、最後に報告しておきましょう。さつまいも、甘蔗由来の柑橘のような爽やかさと芋の甘さ、麹の香ばしい香りがあります。すっきりとした口当たりで芋の甘みがありながら爽やかな余韻が残ります。そうだ、水割りロック化おすすめでーすっていうことなんですね。でね、この背景にはですね、原料ね、これね、黄金千貫ってね、一番ね、なんだろう、芋焼酎で有名な品種なんですけど、今回ね、これはね、黄金千貫じゃないんですね。ジョイホワイトです。久しぶりに飲むよね、ジョイホワイト。で、米麹はね、日の光っていうのを宮崎県産日の光。まあ、両方ね、芋も米も宮崎県産なんですけど、そのような原料を使って作られるのがですね、それがですね、今回いただくお鈴山山猫っていうことなんですね。このね、山猫っていう芋焼酎もね、たまに見かけるんでね、居酒屋さんとかでも見かけますので飲んだことあるんですけど、久しぶりにいただきますよね。どのような味わい、酒質を私に教えていただくことができるんでしょうか。飲んでいきましょう。オープンをします。はい、このような全体的なデザインといいますか、ボトルになります。前回のあれですよね、記録とよく似てるような、まあよく似てるっていうか、ほとんど一緒のね、ボトルになりますよね。こちらにはですね、本格焼酎芋、お鈴山山猫、あ、可愛いですね、黒猫ですね、これね、猫ですわ、キャットですね、お鈴山蒸留所という風に書かれております。で、これはですね、前回の記録と同じ、このプラスチックの、なんて言うんでしょう、蛇腹のようなですね、キャップっていうんですかね、開けていきましょう。これ結構私ね、なんだろう、開けるの好きですね、これね、開けやすいというかね、なんか手を切ることもそんなになさそうなね、印象がありますよね。よっしゃ、うまいこといきましたね。で、こっちは、これはこんな文字でしたね。前回の記録はですね、うさぎさんが、貝の棒で仕込んでるようだったんですけど、こっちはちょっとね、読まれへんね。なんて読むんやろ、これ。お鈴山蒸留所って書かれてるんですかね。ちょっとすいません、読めないです。もしご存知の方がいらっしゃったら教えていただけたら幸いです。このラベルも見ておきましょう。お鈴山蒸留所という風に書かれております。はい、オープンは前回の記録と同じようなキャップですね。結構上品に焼くキャップでしたね、これね。ポンってなりましたね。
ストレートですね。おすず山、山猫のストレートを頂戴していきましょう。さつまいも品種はジョイホワイトですね。久しぶりでーす。無色透明で美しい透明感があります。クリア、クリスタルな感じでーす。では、香りの方はいかがでしょうか？失礼いたします。あー、なるほどねー。ジョイホワイトっぽいですわ。ジョイホワイトってね、なんて言うんだろう、植物的な感じ？緑を感じる？グリーンのようなね、なんでしょう、ツルとかツタ？そんな印象が私あるんですけど、まさしくそのような印象ですね。そしてですね、あれですよ。胡椒関係、ホワイトペッパーですね。あと、レッドペッパー？いわゆる白胡椒。白胡椒のようなですね、そういうペッパリーな感じもしますね。そして、あとはですね、甘い焼き芋。なんだろう、蒸した芋って感じですね。マッシュドポテト、そういうものではなくて、どっちかというと蒸してですね、甘やかしい香り、焼き芋と蒸した芋の間あたりっていう、そのような印象がありますね。でもやっぱりジョイホワイトっぽいフルーティーさがやっぱり来るよね。なんだろう、華やかで、なんでしょうか、エレガントな感じ、そのような印象があるストレートの香りです。口に含んでいきまーす。柔らかいね。まろやかですわ。熟成期間が長いっていうことを彷彿させるようなまろやかさ、滑らかさ、スムースさ。しかしながらですね、コクが豊かですわ。なんて言うんでしょう。旨味、心地よい旨味、そしてリファインされたですね、苦味。この辺のですね、旨味、苦味、連合群がですね、豊かなコクになって流れていきます。プラス、アルコール数のね、まろやかですが、しかしながら、じわ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 、形質的にですね、お腹の中がポッカポッカしていくような、快適なアルコール感、如実に感じることできますよね。いやー、なんて言うんでしょうね。フルーティーな感じがしてですね、軽いライトな感じなのかなというふうにね、ちょっと思わせつつですね、飲み口、味わいはですね、非常にコク豊かですわ。力強い、ストレートの主質、っていうふうに思いました。続きまして、おすず山、山猫の加水を楽しんでいきましょう。さあ、どのようなね、主質に、加水になるのか、非常に楽しみですね。香りを取っていきます。加水でーす。甘いお芋さんですわ。焼き芋、蒸した芋、ふかした芋。しかしながらですね、水で加水した分だけですね、香りの方はですね、淡い感じ、優しい感じになりましたよね。落ち着いた感じ、控えめな感じ、まるで大和なでしこを彷彿させるような控えめな印象になりましたね。で、どことなくね、なんだろう、レモンティーというか紅茶っぽいような、そういうね、やっぱりフルーティーなんですね。ジョイホワイト関係っていうのは、このフルーティーさがやっぱりね、なんだろう、インパクトあるのかなっていう風に思いますよね。加水を飲みまーす。スムースにスッキリさらりと流れてきますわ。しかし、コクを残す。でね、鼻から抜ける香りはね、なんだろう、前情報で木桶仕込みとかね、そういう木っていうね、キーワードがあったからかもしれませんけど、ふんわりとね、杉のような感じですわ。杉のようなですね、ふんわりとしたですね、残りがと言いますか、アフターフレーバーを感じることできますね。確かにね、ヒノキとかね、針葉樹林みたいな、針葉樹林系統のですね、その優しいような、柔らかいようなですね、場合によっては、日本酒の、杉だる仕込みをね、思わざるを得ないようなですね、そのようなね、優しい木の風味もありますよね。しかしながらメインはね、ジョイホワイトですね。ジョイホワイトのさつまいもの優しい甘み。優しいですね。そのね、すっきりとしたフルーティーな感じもありましてですね、やはり米麹がありますので、コクを残す。やっぱり麹の力、米、
米っていう原料がですね、芋焼酎と最高の相性といいますか、豊かなコクをですね、我々に訴えかけてくる、本当に心地よくてですね、魅力的な銘柄の加水っていう風に思いましたよね。では、続きまして、こちらの銘柄のロックを頂戴していきましょう。このロックもとても楽しみですね。さあ、これぐらいにしときましょうかね。よいしょ。ロックを頂戴します。失礼いたします。非常にですね、素敵で力強い豊かなコクですわ。柔らかくて丸いようなね、そのようなね、優しいたおやかなコクですわ。納得できるコク、懐疑的なコク、いやー、ゆっくり流れていきますよね。旨味を伴った苦味、連合軍最強タッグのですね、そのコクって言ったらいいんでしょうかね。豊かなコク、頼りがいがあるコク、そういうね、趣旨ですね。続いては、こちらの銘柄のお湯割りですね。ジョイホワイトのお湯割りを楽しんでいきましょう。さあ、どのような趣旨になるかとても楽しみですね。お湯を沸かしてきました。さあ、どんな感じかな。はい、お湯割りを失礼いたします。今香りを嗅いだんですけど、やはりね、白胡椒関係、ホワイトペッパーですね。そういうペッパリーな感じがするのと同時にですね。やっぱりそのグリーンな植物、植物関係、緑の色を彷彿させるようなですね、香りがありますね。飲んできまーす。いやー、ふんわり、ふっくら、ほっこり、まろやか、大きく旨味が膨らみました。いや、キロ大きいね。旨味が膨らみましたわ。あと甘み&旨味連合群が膨らんだ。しかしながらですね、飲み込んだ後にはですね、リファインされたですね、綺麗な、上品な、しかしながら力強くて頼りがいのあるようなコク。これがきますよね。このお湯合いの脂質はですね、クリアで芳醇なコクがある、そうなコクを感じることができましたよね。では最後にこの銘柄のソーダ割りを飲んで、おしまいにしましょう。最近私がね、実施しているのは氷なしのソーダ割りですね。特に焼酎に関してはこれが多いですよね。さあ、どのような香りといいますか、味わいになりますでしょうかね。はい、ソーダをオープンですね。はい、ゆっくり流します。こんな感じにしときましょうかね。ちょっと濃いめにしておきましょう。やっぱりソーダ割が合いそうな感じしますよね。他も美味しかったけどね。失礼いたします。やっぱりね、優しい甘いお芋さんの印象もあるんですけど、なんだろう、杉関係、木ですね、木質、そんな感じもふわっとする、なんだろう、木桶、あとはサウナ、木のサウナっていうんですかね、サウナ入ったら木のね、構造になってるサウナもあると思うんですけど、そんな印象がふわってしますよね。飲みます。
ああ、なるほどね。あのね、ソーダに全然負けてないですね。すっきり爽快、スマート、爽やか。そういう飲み口なんですけど、飲んだ後はですね、まったりしてですね、心地よい、フラットな旨味がありまして、そしてですね、徐々に快適な苦味がですね、心地よく流れていくんですよ。飲み込んだ後もですね、納得できるコク、豊かなコク、存在感あるコク、そんなソーダ割りです。うん。今回のおすず山山猫、とても美味しくいただくことができました。そして私にまだね、焼酎のことを多く教えていただくことができました。焼酎は日本の国の酒、国酒、そして奥が深い、さらなる探求を進めていこうと思います。では、今夜は、おすず山山猫で乾杯、お酒の熟成でした。